おはようございます。もう本当にありえない、もう本当にありえない、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 本当にありえない。今日はワンピースのショーを見に行く予定だったんですけど、ワンピースオンアイスショー、チケット買う日時を間違えて昨日のチケットを買ってしまったんですよ。しかもそれに今日、まあ、今日のね5時夜の予定だったんですけど、チケット発券しようと思って確認したら昨日で、もう本当に最悪なんですけど、もう最悪っていうか、私一緒に行く方2人と一緒に行く予定だったんですけど、自分だけならまだしも、もう本当に最悪すぎて、もうしかもその映画館とかみたいな格好じゃないから、本当にこんなミスのショックがもうやばすぎて、もうどうにもこうにもいられなくて、まあ、今日の予定は見に行くので、まあ、ナータンをまあ両親に預けてちょっと楽しもうと思ってた日だったんですけど、うん、で電話とかもしたんですけど日曜日なので繋がらなくて、でその会場も電話無理でメールでってなったら、メールの問い合わせでってなってたんですけど、ちょっともう直接行こうかなみたいな感じで、もうありえない。ナータン来た。ねえナータン、おはよう。私さめっちゃミスしちゃってさ、ちょっと軽くご飯食べたらさ、会場一緒に行ってもらってもいい？ということでミルク今作るから持ってて。2015年6月、はい、今2024か。びっくりした。あーめっちゃショック。もう超楽しみにしてたからさ、めっちゃショックだよ。両親は言ったらなんて言われるかな。一番最悪っていうか、まあ普通は無理です。だって同じ席はないもんね、今日と。どうしよう。
なんかさ、一緒に行く予定の人がすごいさ言ったんですよ。そしたらさ励ましてくれてさ、そういう人って本当にありがたいよね。もう俺何やってんだよクソみたいなさ言う人もいるじゃん。もし間違えただけでも言われたことあるより機嫌悪くなられたりとか。神様お願い、本当に本当にお願いします、お願いします、わがままを聞いてください。私は完全に悪いです、私は完全に悪い、悪すぎる、悪すぎるよ。4時までずっと待ってたのに、いざ買おうと思ったらカートの機械が壊れてるって言われて、お金持ってなくて、お金取りに戻ってまた一番後ろからだ。大丈夫だった。何もなかった、何もなかった。ここで何があった。何もなかった。